邪神ちゃんですの。今回は2月2日に公開された大室家ディアーシスターズの感想について話していきますの。大人気作品ゆるゆりのスピンオフ作品、可愛いが凝縮された素晴らしい時間で、ただただひたすら幸福な映画体験。先週のナチュラルとコーディネーターの争いで熱くなりすさんだ心を癒してくれる素晴らしい作品でしたの。動画の前半では概要やあらすじについてネタバレなしで楽しめるような形にして、動画の後半では実際に見てきた感想をネタバレ込みでお話しして、皆さんと感動を共有したいと思っていますの。それでは早速いきますの。動画の前半はネタバレなし。見に行こうか迷っていてネタバレを見たくない人は動画の前半だけ見て映画館に足を運んでもらえればと思いますの。とにもかくにもまずはあらすじから。公式ホームページに記載されているあらすじを読み上げさせていただきますの。中学1年生の大室さくら子は学校でも家でも元気いっぱい。3姉妹の中心として姉のなでしこ、妹の花子に呆れられながらも楽しい毎日を過ごしている。今日は学校でひまわりに宿題を手伝ってもらい、意気揚々と帰宅したさくら子。しかし家は静まり返っており、誰もいない様子。実は先に帰っていた花子はソファの陰で息を潜めている。花子には絶対にさくら子に見つかりたくない理由があったが、あっさりさくら子に見つかってしまい大笑いされてしまう。花子の顔はマジックペンがついており、ヒゲのようになっていたのだ。遠慮なく笑うさくら子にイラッとする花子だったが、さらに怒り顔なのが姉のなでしこ。食べるのを楽しみに取っておいたアイスがなくなっているという。アイスを食べた犯人としてなでしこと花子に疑われ、一気に形勢不利になったさくら子。三姉妹は2対1になりがちだ。こちらがあらすじとなっていますの。何の話なんだと思うあらすじかもしれませんが、この作品の雰囲気を表すのにぴったりなあらすじですの。大室家の三姉妹の日常が本作の大きな魅力。小学校、中学校、高校のそれぞれの場所で、それぞれのキャラクター性が大いに際立つ、非常に美しい構成となっていますの。元気いっぱいで調子に乗りやすい次女さくら子、真面目でクールでかっこいい長女なでしこ、優等生でツンデレだけど姉思いな三女花子。学校でのそれぞれの絡みや三姉妹の姉妹愛の強さもこの作品の大きな見どころとなっていましたの。ということで、ここから先はネタバレ込みで感想を話していきますの。ネタバレが嫌な人はここで動画を止めて劇場版を見てから続きを再生してほしいですの。まず一番最初に語りたいのは何といってもなでしこの彼女についてですの。本編でめちゃくちゃ意味深な描写がされながら、結局誰がその対象なのかは明らかにならなかった。なでしこと誰かの関係性、なでしこが自分の部屋で通話しながら自分の足をいじいじしつつ好きと告げる描写はとんでもなさすぎて映画館でひっくり返りそうでしたの。彼女候補はこの3人。上坂すみれさんが演じるいじられキャラ園川めぐみさん、遠山奈央さんが演じる穏やかキャラ三輪愛さん、結城葵さんが演じるド S キャラ八重野美穂さん。豪華声優陣のキャスティングであるのはもちろんのこと、どのキャラクターもすごく個性が際立っていて誰と付き合っていてもおかしくないなという感じでしたの。どうやら原作でも誰が彼女なのかは明らかになっていないようで、完全に私たちの想像に任せるスタイルのようですの。私の個人的な意見としましては、三輪愛さんなんじゃないかなと思いますの。電話している時のやり取りが八重野さんだとしたら穏やかすぎる気がしますし、園川さんとはそういう会話にならない気がしますの。またクッキーのやり取りの描写も絶妙。どのキャラもちゃんとなでしこのことを理解していて、それぞれ個性あふれるやり取りを披露。その中でも美和さんとのやり取りが良かったなという、完全に個人的な趣味思考で美和さん彼女説を私は推していきたいと思っていますの。続いて本作のメインヒロイン、美咲チコと高崎美咲ちゃんのお話ですの。花子に対して強いライバル視をしている登場から、小学生らしい他愛ない争いを見せつけ、その圧倒的な可愛さに全観客が魅了されたはずですの。古賀葵さんの演技も本当に素晴らしく、ついお年玉をあげたくなるような可愛さがたまりませんの。美咲ちとのエピソードはいくつかありますが、
公園で遊ぶシーンはもちろんのこと、昇降口での傘をめぐるやりとり、極めつけは夜の学校に宿題を取りに行くシーン。少し強がってはいるものの、小学2年生の等身大のキャラクター性と、なんだかんだ花子のことが大好きすぎる描写にはニヤニヤがずっと止まりませんでしたの。桜子と犬に間違えられる絡みもあったり、縦横無尽な大活躍でこの作品を大いに盛り上げてくれるキーキャラクターでしたの。意外だったのは作ひまひま作ゆるゆり。本編では2人の絡みがかなりの頻度で描かれており、今回もそこが中心かなと思っていましたが、2人の描写はかなり控えめでしたの。あくまで本作は大室家ディアーシスターズというタイトルで、3姉妹のお話を中心に描く映画。第2作目の大室家ディアーフレンズで丁寧に描かれるのではないかなと思っていますの。意外といえばこちらもですが、ほぼほぼ出番のなかった娯楽部メンバー大室家を中心に描くとはいえ、少しは絡みがあるのかなと思いきや、ほとんど出番がありませんでしたの。そもそも作ひまひま作の描写もあまりないので、当然といえば当然ではあるのですが、久しぶりにゆるゆり本編を見返したいなという気持ちに駆られる描写でしたの。今回すごく新鮮だったのが辰和直行監督。以前はシャフトでそのセンスを発揮し、現在はパッショーネでその腕を振るう辰和監督ですが、本作ではかなり実写描写との融合も多め、シャフト時代に培ったノウハウやセンスが本作にしっかり生きているなと感じましたの。実写背景を交えることによって大室家が本当に実在するんじゃないかというリアリティさにしっかりとつながっていましたし、飽きさせない絵作りにも貢献していましたの。第1期第2期は太田監督と動画工房 OVA 特別編と第3期は TYO アニメーションズ。別の OVA ではレイデュースが手掛けたりと、いろいろな制作会社監督の手を渡り歩いてきたゆるゆりというコンテンツ。大室家はこれまでのゆるゆりの良さを残しつつ、辰和監督らしいフィルムとしてすごく見応えのある一本となっていましたの。総じて大室家の3姉妹の楽しい日常をしっかりと描きつつ、小学校中学校高校とそれぞれの場所でのそれぞれの人間関係にキュンキュンさせてくれましたし、3姉妹の深い愛情も見せてくれた。アニメーションとしても非常に見応えのある素晴らしい作品だったなと思いましたの。ということで今回は大室家ディアーシスターズの感想についてお話ししましたの。久しぶりにゆるゆりコンテンツに触れて、改めて名森先生の描く女の子の可愛さをしみじみと感じることができましたし、6月公開の2作目が今から楽しみですの。あのシーンが良かったという熱い思いや、こんな小ネタがあったなどの感想があれば、ぜひコメントしていってほしいですの。このチャンネルではアニメに関する動画とアニメのテレビ放送に合わせた同時視聴配信を毎日しておりますの。ぜひチャンネル登録と高評価をして同時視聴配信にも遊びに来てほしいですの。では今回の動画はここまで。またね、ですの。